お知らせ、マップの確認中でもメッセージの確認と入力をできるようにしました。さらにマップにて探索ルートのアニメーションを実装しました。ソライロさん気合入ってますな。狼神のハイエナ。いやハイエナはサイコ不明にゃん。さすがサイコ不明。サイコ踏めないならもう食いまくるしかない。ということで暴飲暴食とかしたスーダン。美味しそうなジェシカ。美味しそう？なトーマス。こんなの知らねえ。人狼陣営は女神金鳴らす必要はないね。それより腹減ったどう？美味しそうなマリアンヌ。美味しそうなフランク。ちょっと食べきれるかなこれ。グールなら確実に勝ててるなこれ。美味しそうなセリーヌ。まだまだ美味しそうなエマアンナオル。あ。あれ？精神目覚めたら白人街も死ぬの？狼以外なのかな？ロード長いな。長すぎね。ちょっとこれはおかしい。なので助ける。ちょっともう勝敗はどうでもいいんだが他ゲーム行かせてくれよ。アプでもいいが部屋締め出しとか強制爆破の方もなんとかしてほしい。多分30分ぐらい何もできんかった。ということでマップ機能はこちらの次元爆弾部屋にて。たくさん藁人形をプレゼントしたいな。砂漠迷宮はミニマップだけでは動きにくいね。まあ空中庭園に比べたらな。これは藁人狼だから藁人形の場所がわかるのかな？相方が渡した藁人形も見えるね。クールダウン中って何もすることないんだよねー。クールダウン終わるし行くか。フランクさよなら。わら人形見えるから逃げやすくていいな。はいもういっちょ。また出会ったねフランク。わら見えるから楽しいな。ラストチャンス。とまあこんなルートでした。こんな同じとこうろうろしてるのってどう説明するんだよ。天空神の間から猿神の間、中央階段付近をうろうろ。この動きはどう考えても怪しい。おお確かに地図見ながら撃てる。地図ログ定型文は無理だけどな。しかしこれ縦画面だと地図見にくいよな。縦でも横でも気に入った方をお使いください。一長一短だな。